それでは日体大の丸山選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日のまずは試合の振り返りをお願いできますか。今日の試合は4年生が少ない中でしたけど、全員で走り抜いて勝つことができました。試合前半ちょっとこう攻めあぐねたっていうところもありました。改めてその立ち上がりというところはどうでしたか。立ち上がりはみんな緊張してた部分もあったので、簡単に前に行こうって話をして、1点目のシュートはもう振り抜いたら入ってきましたあのシュートは今振り抜いたら入ったとおっしゃいましたけども本人もびっくりですか。あれはびっくりしました。あれなんか回転かけてたんですか。ちょっといや、ちょっとぶっちゃけキックミス、あ、キックミス入っちゃったけどって感じです。あ、ちょっとふかした感じになっちゃったんですか。はい。あ、それが入ってしまったという、はい、じゃあ完全にラッキーな感じですか。ゴールでしたじゃあ狙ったわけではないんですね。あ、狙いました。狙ったんですけど、あ、狙ったけども、はい、あ、自分の思ったコースはなかった。そうですね。あの1点は、はい、丸山選手にとって非常に楽になりましたか。自分にとっても楽になったし、多分先制点っていうのは大事なので、チームにとっても楽に なったらよかったかなと思います。まあ、その後2点目も入って、はい、今日は相手も無失点に抑えました。はい。まあ、いろいろここまで至るまで、まあ、ちょっと日大と引き分けたりとか、はい、ちょっとこう思わしくないところもあったと思いますけど、この今日の勝利っていうのはどう捉えてますか。今日の勝利は一番でかいのは4年生がいなかったっていうのがでかいんですけど、うん、そんな主力選手がいない中でもこうやって勝ち切ることができたので、自分たちにとってはいい試合になったかなと思います。じゃあこれからはぜひ4年生戻ってきて、はい、また良いチームになっていきたいというところですかね。そうですね。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれでは日体大の森選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。まずは今日のゲームの振り返りをお願いできますか。前半は厳しい入りになったんですけど、1点取ってから攻撃の時間帯が増えて、スムーズに試合を運べることができてよかったです。後半の2点目のシュート打った瞬間に入ると思いましたか。その前に1本右足で打ってて、それが全然当たらなかったんで、はい、思い切って左でも打ってみて、打った瞬間にあ、いいとこ行ったなって思って、はい、よかったです。あれは結構狙ったんですか。あ、狙いはしました。狙い通りのコースに行ったってことですか。はい。あのシュートっていうのはやっぱり自分にとってどういう今日意味をもたらしますか。今までカンカレで試合出てる中で決めたことがなかったので、今日1点決めてチームに貢献できたことは自分にとっても少し自信になってよかったです。まあ、試合を通して改めて今日勝ったというところについてはどうですか。今上位争いしてる中で今日勝ったことはカンカレの優勝に大きくつながると思うんで、これからも一戦一戦勝っていきたいです。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。